酸味がいい感じにね。蒸しパンにベーコンとチーズを挟み、オーブンで少し焼いたら、ベーコンチーズ蒸しパン。肉厚なベーコン、チーズがこれもくー。最後は食パンでピザグラタン。うわ、もうパンでもない。クレープ屋の看板は伊達じゃねえ。見せてやる、俺の技を。お待ち。その通り、私が編み出した極上の配合試していくね。新作の四川激辛火鍋よ。うわ、辛そう。本場は日本の数倍辛いよ。完食できたらタダにしてもいいね。万能が効いて呆れる。こいつには勝てへんぞ。キャンプ料理の本格派だぞ。焼く、煮る、蒸す、炒める、揚げる、何でもありじゃ。さっきの獲物でアクアパッツァ。わ、なんかおしゃれ。もういい香り。ニジマスも生臭くない。塩焼きで食いて。あら、いい音。それに香ばしい匂い。食うてみ。は、何この質素なドーナツ。これが何だってのさ。外はサクッと、中はふっくらホクホク。バターの香りも甘く香ばしい。それに比べてうちのドーナツは少し油が回ってしまってる。タズ、もう料理にしました。食べてみてください。おお、炊き込みご飯にお吸い物、茶碗蒸し、大量だったみてえだな。そう、はい。タケノコ薄くない？そんなもんですよ。調理不要、7年保存可能、開けるだけで美味しいパン。余ったコロッケでさっとアレンジ、コロッケパン。おい、踊らどこのもんか言わんくん、何したんげんげん。もうパンで挟んだだけやのに、ジューシーな牛肉の脂がパンとの相性抜群で。食後のデザートにマシュマロやごってが。串に刺して焼くだけがキャンプじゃねえぞ。ホットサンドクッカーは万能。トーストにバナナとチョコを乗せ、そしてマシュマロを挟んで焼くだけ。マシュマロチョコバナナサンド完成。ムラなく焼けて手軽なもんよ。マシュマロトロットロ、バナナめっちゃ合う。正直相当の手だね。オーラが違う。そうよ、平気で心を折ってくるわ。身も引いたらあかん。やるかやられるか。すずちゃん、お昼ご飯食べようか。特製お子様ランチやで。おー、やった、美味しそう。ハンバーグ好き。朝は軽く、こういうのでいい。だが外せないのがコーヒー。この音、いい香りだ。まあまあまあ。グレンフィリックの12年シングルモルトウイスキー。キレのある後味と熟成された樽の香り、こいつが喉にカット。口がパサパサやったからな、油分と味が濃いものをすくはじめ。辛いなってもんやない。唐辛子とホアジャオの勝ち込みや。だが複雑な辛さの奥にある確かな旨味が不思議と後を引く。止まらん。その場の調理はお客さんの五感を楽しませる。コストを削った分安くはできるが、質より量を重視した工場もんにはそれがなかなか難しい。一つ一つ丹精込めて作ったもんには美味しさに気持ちや愛情が宿る。どうなっても知らないよ。そうか、辛さをご飯で中和して。お腹いっぱい。 If you enjoy the video, then please hit the thumbs up button and don't forget to subscribe for videos like this each and every day.